人ですか。あ、はい、こんな人です。うんうん、そう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 、私も手を挙げなかった。そう、なんかみんな好きになっちゃうもん、ね、みんな好き、あの男女問わず。何そう、 そうだからこの人ですよって話、うん、そうね。あ、でそういう細かいことを言わないところが魅力ですって話。細かいこと言わないところって細かいことじゃないって。ないところがって変わってきた。全然さ、はいとか言ってさ、なんかさ、そしたらやらせみたいなことになってきちゃったんだからさ、自分でなんとかさ、まとめて。今大枠が高岡早紀ですよって話をした、うん、答えだから、それはどういうことなのかっていうことをまとめて。答えはあってるけど、方程式が間違ってないね。そんな、そう、方程式ね。AX プラス B が何とかみたいなね。打ち返れほら、やっぱり1個ずれた方がいいよ。ずれるわけねえじゃん。やった。もう本当に重いしさ、痛いしさ。重いしって本当に失礼だよね。自分だけ痩せちゃってさ、いつも。ねー。だってさ、自分さ、別にさ、痩せたいと思ってないわ。思ってる。ずーっとなんかさっきなっちゃんの車の中で、やあのね、さっきかんちゃんがあのダイエットしてるんですの、あ、なんとかかんとか。うちのかんちゃんは16時間ダイエットを結局何ヶ月続けてる？半年？え、もっとでしょ、うん、何言ってる。夏からやってたもんね、うん、もっともっとやってると思うんだけど、うん、彼女ずっと16時間ダイエットをずっと続けてすごい痩せてるよ、ね、制限しないで食べたいだけ食べて16時間空けるんでしょ。でも最初はそうやって痩せるんですけど、うん、でも続けたらもう痩せられなくて、あ、その停滞期ね、うん、そうです、それも、でも停滞期も、経験して、うん、でさらにそこの先に行ったからまた痩せ始めたっていう感じ。おー、で、あなたはだって何もやってない。だって全然、やってないんだけど、ずっとあの痩せたい。喉は顔が小さいし、ここもちゃんとエッジがあるから、チーリンだってさ、ずっと痩せて痩せないとかさ、もうさ、5年も6年も前からさ、言ってたよね。5年も6年も前からなんとかダイエットとかやってるんだ、始めたんだとか、ね、その何時間ダイエットもやったけど、そうそうそう、あとなんかツボ押しに行ってたとかさ何その高いツボみたいなやってたじゃん。いやいや、もうお腹にこうツボを、あ、完璧に。あとなんかさ、これなんかなんだっけ、カッピング、カッピングをしてるよね。あ、やってたよ ね、うん、楽して痩せるのもなんて、ね、はい、うんうん、ないです。やっぱお散歩ね、2時間、うん、それはすごいね、うんうん、毎日ね。なんかもうだって太る要素が私ないもん。いや、だから楽して痩せようと思ってないから。私ポテトだってずれ食べちゃうもん。ちゃんと痩せてるから、我々黒着てんだから、お前は膨張食着てこいって話よ。ねえ、今そんな話よ。ここみんな黒いから顔しか映ってないから大丈夫。あ、なっちゃうと質問なんだっけ。質問は、どうぞ、うん、いい男ってどういう人ですか。なんでここに来たの、その質問。なんでここに。俺たち旦那がいるから。あ、そっか。あ、そういうこと。これはさ、うん、このさ、離婚されちゃってる2人に行くよりは、うんうんうん、結婚姻がまだ続いてる、ね、この人たち、うんうんうん、2人に聞いた方がいいんじゃないの。そうかも。じゃあ、あえてこっちに来てる、うんうん、現役感、現役だから、うんうん、結局わからないからこそ、うん、そうだよね、結局一人でいるわけじゃん、うん、その後もちろん付き合った人とかいるけど、うん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 、でも結婚とかには全く至ってないわけじゃない、うん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 、それで言うと結局、うんうんうん、自分自身がそういう男の人に出会えてないというか、もうね、わからないから、その通り、うんうん、だから結局いまだに一人でいて、うんうん、私逆に聞きたいわ。本当、うん、聞きたいよね、うん、教えてよ。いい男の人ってどういう人だ、ね、どういう人。それは幻想です。あ、いい男なんていないって話。いや、いい男っていうのはその、あの、何をもっていい男というかっていうところ、ね、そうだよね。だから自分に対とってだよね、そうだね、結局は。そう、うん、だから結局はさ、自分自身が、うんうん、何を求めてるからだよね、うんうん、で私どういう生き方をしたいかによって、 そのいい男像ってそれぞれに変わってくる、うんうん、でも分かんないけど、一個言えるのは、うん、女の人にとっていい男は、あの、その人をちゃんと尊敬してくれる人っていう、まあ、それはそうだろうね、っていう、そうだね、まあ、そこだけあればそれはそれで一個のいい男っていうね、うん、そう、なかなか生活になっちゃうとさ難しいよね、いちいちさ毎日が尊敬できるかっていうのはさ。そうそうそう。だって
なんかさ、お皿コップ1個洗ってくれたことだってありがとうなんだけど、それをいちいちありがとうって言えるかとかさ、言うわけないじゃん。言うわけないよね。でもそれで言うとさ、子供たちって言ってくれるわけじゃん。あ、ごめんね、ありがとうとか言って、うんうん、なんか洗い物してると、あ、ありがとう、こう一緒に置いていいとか言ってやって、うんうん、でこうやって洗うと、ありがとう、じゃあ拭いてよ一緒に、うんうん、とかそれもありがとう、お互い様にありがとうとかって、そんな子供なかなかいないよ。え、だってニョロンチの子だってさっきニョロンチ行ったんだけどさ、晩ご飯食べ終わったらさ。うん、ごちそうさまありがとうって言ったじゃん。そうだ、その子供たちと同じように返してくれる人っていないしね。どうかさ、それこそ結婚ってさ、そのなんかなんだっけ、昔のさ制度じゃん、言ってみれば。だから結婚しなくてもいいじゃん。うん、そうだね。でもさ、日本人だからこそ、なんかやっぱりさ、本当にさ、紙だけのことなんだけど、日本人がゆえにやっぱり紙にこだわっちゃうね。紙書くか書かないかにこだわるよね。ちぐさん、まあまあいろいろあったもんね。いろいろあったからね。だからその時でも自分はその人嫌いにならない自信があるかどうかとか、あったの、いい男かどうかっていうより、あったんだね。だから腹のくくり方な気がする。腹のくくり方だよね。なんかだってずっとこういう人である可能性って分かんないじゃんね。どんなことになっても自分がブレない、その人、相手に。自分はでもブレるよ。そうだよね。ブレなか、ブレたことによってなんか実地がだんだん固まって、ブレなくなっていく。でもまだまだブレないと、もっと固まらない、ね。でも何もない人生もつまんないから、みんなゆらゆら帝国。そうだよ。空洞です。空洞です。本当だよ。いや、でも本当そうだよ。だからブレてないと、ずっとなんか一人だけで、なんかまっすぐ上行っちゃうだけで、なんか周り見れない感じになっちゃうけど、だからこのブレることが大事なんだと思う。あ、すごい大事。ね、を叩きましたね。結婚を決めるっていうきっかけ。前さんも結婚してないの？してないです。勢いじゃない？勢い。結婚は勢いですかね。ね、勢い勢い。みんな結婚を決意したい、きっかけは勢いになっちゃったけど、合ってる？合ってる合ってる合ってる。てる私は完全にそうだ。勢い勢い。まあノリとかね、大事だよね。だからそれは私は若い頃の話はそうだった。で次は？20代30代に知っておいたらよかったなと思ったこともありますか？あ、はい。早かった。資産活用。20代30代でさ、それを知ってればよかったなってのはすごい思う。ね、そうだから、それはさ、知っとけばよかっただけじゃなくて、その時に知って勉強を続けてればよかったなっていうことにはなると思うんだけど。だからでも本当そういうこと、今が人生で一番若いんだから。今ここテロップにお願いします。今ちょっとここ使ってください。だから今からやるんだったら、もう今から勉強した方がいい。そうだね、そういう気があるんだったらね。そうだね、っていうのをやっとけばよかったって思うけど。はい、何ですか他の20代30代で。私自身としては20代で結婚してよかったし、その時に子供を産んでよかったし、最後の子供は30代ギリギリで産んでるけど、でもできうることはやりたいことはどんどんやったらいいよね。今だってコロナの時代から私ボールペン自慢で始めたとかしたでしょ。でそれもまだ続けてるけど、でつい最近はギターのレッスンを始めてるのと、でそれももうさ、もう今もうだから時々こうやって手をこうやってやってたのはさ、腕が痛いからなんだけど、腕とか指とかが痛いからなんだけど、そう、でもそれもさ、すごい脳トレにもなるし、今からできることっていっぱいあるから。そうだよね、それ大事。そうだから、その20代30代に限らず、やりたいな、どうかなって思ったことは全部試した方がいい。この間、ディズニーシーに久しぶりに行ったのね。それで、インディ・ジョーンズとか、あともう一個、スプラッシュな…スプラッシュじゃないな、スプラッシュマウンテン、あれは乗れなかったんだけど、テラ、あれはちょっとすごい並べすぎてできなかったんだけど、でもそういうなんか初めて今行ってたんだけど、そういうのは私は乗らないわとか言って任せてたんだけど、乗ったの。なんだこれ、楽しいじゃん。え、大丈夫だった？大丈夫だったの。だからそれに驚いたの。あ、私そうそう、ディズニーシーで1回転しないで初めて乗ったの。
そんなの初めて。うん、楽しかった、ね、全然起きないの。レイジングスピード、そうそうそう、レイジングスピード、そうそう、それ乗ったの面白かった。そういう初めてできることってまだまだあるんで、そんなことじゃなかった、うんうん、聞きたいのは何それ。わかっすじゃー、これですよ、美味しいやつ、うん、これはギャンバーのなんとかなんとかです。山のなんとかみたいになるじゃん。じゃあそういう感じで俺たち実はこういう感じでした。本当は実は、なんかあるじゃん。いや、あ、なんか山のみんなあるじゃん、俺たちなんとかみたいな。知らないよ。あるよ、ある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 詐欺、あるある高岡詐欺。一番出ました。違うの、全然一番でもなんでもなくて、これいつも言ってるやつだから。もうすぐ私のこと詐欺詐欺詐欺とか言うんだけど、まあ、もちろん詐欺だよ、私が生きてること自体がさ。本当に分かる。高岡詐欺、そう、高岡詐欺。みんなさ、こんな私で喜んでくれることがもうさ、詐欺だよ、高岡詐欺の、だから高岡詐欺。もうでも決まったね。いや、お金は振り込んでね。今日の請求行くからね。もちろん、お前がなって。